暑い。もう暑すぎて前髪をしても崩れてしまうので、もうせずににしました。そして部屋の模様替えをいたしました。模様替えしたからいつもと違う角度にしました。エアコンの風に当たってないです。エアコンつけてない。あ、ソラハさん家かな。ふくちゃんお疲れ2個ありがとう。川鳥さんキラキラ10個ありがとう。神代さんお疲れありがとう。大吉さん2個かわいいありがとう。おみかんさんお疲れ。大吉さん短冊。亀さんスイカジュースありがとう。黒さんお疲れ。凛太郎さんキラキラありがとう。ゆうやさん5周年おめ5個。いっちゃん短冊。ぼんめいさん短冊。ゆうたくんお断りかける10です。スイカジュースもありがとうございます。スイカも10個ありがとうございます。ありがとうございます。久々にこっちのソファーに座った。わあ、でも今日コンタクトをしてなくて、ずっとメガネだったから何も見えなくて、ちょっとメガネしようかな。メガネつけるかな。前髪がこんなに伸びました。めっちゃ伸びました。ほら、だからもうこうやってピーってしてます。こんばんは。茨美希也さんバラありがとう。ヒラリンハットさんキラキラありがとう。ありがとうございます。髪の毛メガネしよっかな。メガネする。ちょっと待っててください。いや、持ってくるメガネ。ピュン。いや、メガネ。メガネメガネ。もうガチメガネなんです。ガチメガネだけど、ちょっとメガネなんかこれ、このメガネなんかガチメガネすぎるからちょっと買い替えようかな。つけん方がいいかな。どっちにしよう。ああ悩みます。まっちゃんです。レインボースターありがとう。すき焼きさん5周年おめありがとう。スマンテさん短冊5個ありがとう。おみかんさん、けんまんさん、ごまさばさんありがとう。ありがとうございます。こんばんは。けんつーさん、はたありがとう。昨日結局ソルハさんち泊まらずに帰ってきました。泊まろうと思ったけど、ソラハさん今日サイン会とお話し会が1日あるって言ったから、なんか2日連続泊まるのはこう邪魔になっちゃうかなと思って遠慮して帰ってきました。だから家の掃除を、模様替えをいたしました。おまさばさん、アイスありがとう。バラちゃんかわいいありがとう。ももじさん、短冊5個ありがとう。そうなんですよ、だってサイン会でサインも書くじゃないですか、事前に。だから私がいたら絶対かまってくださるからと思って。スケモンさんバラありがとう。だからソラハさんがこっちに来れるように掃除をした。あ、もう前髪が汗でやられてしまっている。これから午後一の豚まんを食べます。いいな、いいな、暑い日に食べる豚まんいいですね。勇気だね。ね、優しい、いつも優しい。でも昨日の配信、コラボ配信したんですけど、コラボ配信でめっちゃなんかなんかファンの方が載せてる動画をね、
載せてくださってた動画を、それを見たというか見返した、客観的に見たらなんかすごい不思議な関係だなって思いました。なんか私が責められてた、ね、熱い、ちょっと扇風機近づけよう、扇風機が言うこと聞かない、うん、顔面にも当てます無直で浴びます、あこんな熱すぎるのでピンで止めて、はい、もう扇風機の風を浴びます、はい OK です、あっちあっち暑いよ、なんでこんな暑いんですか、はい、超暑いですね、扇風機似合う本当ですか、広島は今日から雨予報ですね、クロさんありがとう、短冊神代さんこれありがとう、あ、さっきアンナ着てます、もう毎日これ毎日これ着てます、もう暑いからワンピースとか着てもすぐ汗かくからいっぱい T シャツを着てます、夏は T シャツでもう生きていこうと思って、今日はアナです、台風の進行遅いんですか、嘘、予定では6日ぐらいに来るよね、嘘じゃん、予定通りでお願い、5周年と被るのはやめて、できれば被害がなければいいけど、やめて本当に、ごまさまさんハートありがとう、あそっかマイペースなのね、だいぶたまさん短冊5個ありがとう、林藤雄さん短冊5個ありがとうね、自転車並みなの、ゆっくりなの、そっかそうなのね、こんばんは、しんいちさん短冊ありがとう、今日誕生日おめでとう、おめでとうございます、ごまさばさんスイカありがとう、いい一年にしてください、こんばんは、ふふふ、なんかすごい、もうこんなおでこが狭いことあるってくらい狭い、わ、山猫坊主さんタワーありがとうございます、織姫と彦星、おお、ありがとう、今日クレミアアイス食べた、お、コーンはこの時期はやばいね、こんばんは、ちょっとこれ書きます、おいしょ、おい、ちょっと待ってね、見て、お母さんに実家から送ってもらった私の一番の思い出の AKB さんのアルバムをね、実家から送ってもらいました、大好きだから、これをこの前ショールームで話して、このね、中身とか見たくなったから送ってって言って送ってもらいました、わーい、私の一番好きなアルバムです、もう飾れなくなっちゃった、配信位置を変えたから、ソファーをもう一個の方にしたから、プーさんの方にした、ちょっと待ってくださいね、配信セットもね、綺麗に整頓しすぎて、ちょっと準備が、あとこれも送ってもらった、私の推しメンの写真集、黒いからなんかライトが反射しちゃう、あと宮沢沙絵さんのフォトブックも送ってもらった、私の勉強机からあさって
明後日って言って来てもらいました。ありがとうございます。タワータワーありがとう。織姫と彦星、え、そっか、もうそっか、今月じゃん、7月か。そうだね、すごい眉毛出してるけど大丈夫かな。ちょっと近づいたらあれかな、ちょっと遠ざかればいいか。ファー、ちょっと待ってくださいね。山猫坊主さん、ささのはさ、昨日本通りに行ったんですけど、本通りにね、短冊を書くスペースがあってね、書いてる人いっぱいいました。私たち書かなかったけど、山崎さん短冊ありがとう、キラキラもありがとう。お願い事は何にしますか。何がいいかな、お願い事は。織姫、私の短冊何にしようかな。クロさん5周年おめでとう、ありがとう。ひろっちさんラブレターありがとう。みんななんて書く。私はやばい、彦星をね、あの海星って書くとこだった。彦星だー、ありがとう。何？じゃのなりこえぐれさん短冊5個ありがとう。バラちゃんだるまありがとう。海星ね、海の星じゃなくて産む、あの産む方の海星。ちょっと今日コンタクトしてないからめっちゃこうやって見なきゃ、近づければいいのか。ありがとうございます、ありがとう、よいしょ、ございます。なんかちょっとかしこまりすぎて、まあ、かしこまるべきだけど、ちょっと距離感感じたのでありがとうにしました。ありがとう。でも今年さ、今年さっていうか毎年あれですよね、七夕って、あの雨だね。今年は今長崎にいるの？もしかして私のあれですか、聖地巡礼ですか。絶対違う美味しいもん食べてください。こんばんは、コキンさんハートありがとう。誰にも見られないように雲の上でイタついてるの。あ、そうなのか。そうなんだ。じゃあ彦星と織姫にとっては好都合なわけ。トニさんスイカありがとう。福ちゃんスイカジュースありがとう。ありがとう。好都合なわけ。なんか昨日コラボ配信とかだったり、なんか最近配信でみんなとコミュニケーション取れてないなって昨日の夜思って、すごい寂しかったんですよなんか昨日の夜急にね、あのファンの皆さんと昨日なんかコメントの会話よりソルハさんとの会話になっちゃったから、コミュニケーション取れてないなと思って、すごい孤独というか、みんな元気かな、みんななんか寂しくないかなと思ってましたただ自分が寂しいだけだけど。クロさんタクありがとう。こんばんは。だから今日は話しましょう
ね、始めましょう。でも5周年のあの練習をねします。この後もあの映像を見る。大丈夫？私が大丈夫じゃないよ。もっとコメントと会話をねしたい。へえ、いいですね、織姫と彦星。どっちがいいんだろうね、織姫と彦星。年に1回か。年に1回ってことはさ、不満がたまらないわけでしょ。私のお母さんがよく言うのが、靴下脱ぎっぱなしとか、お父さんの靴下脱ぎっぱなし、裏返しみたいなとか、あとお父さんがアイス、ブラックモンブランを食べてポロポロこぼすんですよ、昔から。でそのアリが来るみたいな、よくお母さんがちっちゃい頃から言ってて、そういうさ、ちっちゃななんか不満というか、そういうのがたまらないのかな、織姫とかの方がね。ちょっと顔面に風当てすぎて。こんばんは。ブラックモンブラン職場でこぼしまくったねえやばいよ、職場にアリが来ちゃうよ。交通号、そう明日恋ラジだ、恋ラジ。今明日のスケジュール来て思い出した、スケジュールの通知が来て思い出しました。明日恋ラジなんです、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お便りのテーマはあの人に会いたいみたいな、会いたい人を送る系のテーマでした。あのね、広島恋ラジって検索してそこのホームページから送れます。簡単に送れます。ブラックモンブランさんで食べたの？そう、あれね食べたいんですけど広島ないんですよ。そうなんですよ。いいな、美味しかったですか？いいな、私も食べたいな。長崎にはあるんだけどな。食べたいですね。なんか近づくとこの乾燥肌が見えちゃうけど、遠いとコメントが。いっちゃんハートありがとう。あの人に会いたい。私はね、私は誰って書いたかは明日のブログをねぜひチェックしてください。恋ラジの SDU48、織姫と彦星。でもな、私年に1回しかアイス食べれないとかだったら嫌だもんな。私が織姫でアイスが彦星としたら年に1回しか食べれないわけでしょ。そんなのもう無理よ、毎日アイスを食べてかなきゃ。今日は食べなかった、我慢した。今日も本当は食べたいけど昨日食べ過ぎたから。5周年まで1週間なので、年一アイスはやばいね。安部さんお疲れ、ありがとう。へえ、アイスもありがとう。ゆきちに会いたい。それはもう銀行で勤務するしかないよ。自分のものにはならないけど。じゃあみんなが会いたい人は誰ですか。こちらのテーマは恋ラジのお便りに送ってください。
安部さんお断りです。アイスアイス、もう5年アイス食べてない。え、嘘じゃん、やばいよそれは、生きていけないって、主食だってば。あー、なんかもう自分がどんな風に映ってるか全く見えません。コンタクトしたらよかったかな。目を休めることも大事だよね、きっと、きっときっときっと。そうだよ。尾崎せりかさん本当ですか。尾崎せりかさんね、尾崎せりかさん本当に実在するのでしょうか。気になる方はぜひ前川公園やフェスで、僕の太陽公園でお会いしましょう。久々に愛子と日暮らしの恋をするんですよ。ちょっと待ってね、口ばっか動いちゃう、手を動かすね。話したことがない、言ってた、いつでも待ってます、全然急がなくてもいいですよ、いつでも私はいるので、もう私はいるので。でもほのたんさんとお話ししたい人を早めにだよ。今日ほのたんさんから急に LINE が来て、この前は泣かせてごめんねって、あの卒業発表の時にめっちゃ泣いたから、したら3日前とかですよね、でも泣かせてごめんねって LINE 来て、何のことだって最初思ったんですよ、もう日が経ちすぎて、何だと思ったら卒業発表のことでした。プリプリのエビさん短冊ありがとう。お、仕事で行けないけど屋台のヘリよりマイカー取りました。おー、気をつけて来てください。2期生と会ったことない。あ、お餅ポーズした、お餅ポーズしたよ私。でもこの前僕隊でもね、私一方的にもう見つけた気がするんだけど、僕隊いましたよね、いた、いたよね。なんかお見送りで、そう、わかった、あっ、新一さん誰もありがとう。今日の炭酸、今日の炭酸、クロさんラブレターありがとう。おーもちもちもち、田中美穂ちゃん元気かしら。 VR 私僕タイム、あ、泣かせてごめんねって言われたから、なんて送ったかな、なんか送りました。なんて送ったんだろう、私なんて送ったか忘れたけど送った、仲直り、保育園児のさ仲直りかと思った。セリカちゃんごめんなさい、いいよほのかちゃん、どあち、最後にみほりに会ったのは30日です。30日のマイカー公演です、だから3日前です。ごめんさばさん、アイスありがとう。いっちゃんレインボーしてありがとう。なんなら今日も毎日もう365日 LINE してますね、みほちゃんと。みほちゃんパセリ、こっちだからこうだ。じゃあ今日のパセリの似顔絵を描きますね。今ねタワーの割れを描いてるんですけど、口ばっかり動くからめちゃめちゃ描くのが遅いです。お待たせしてすいません。
曜日でしたね。サザエさん見ましたか皆さん。サザエさん見たの？私は見れなかった。今思い出しました。見たの？見てないの？どっちなの？あ、堀川くん出なかったのか。最近出てる？堀川くん。ちゃんと働いてる？そっか。また頑張って。頑張ってまたワカメちゃん家に不法侵入をするんだよ。頑張れ。応援してるよ。チラッと見た？おお。まあみんなサザエさんよりパセリの配信を見に来てくれている。優しいね。クロさんキラキラありがとう。ありがとう。マスオさんのテレワーク。マスオさんはどんな仕事なんですか？どのような仕事をされておるんですか？マスオさんの会社って何会社？めっちゃ賢いとこ？どういう会社なんだろう。海産物を取り扱ったりするのかな。サザエさんとか。ピピ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 。七夕タワーだからいっぱい星を描いて星空にしておきます。やっぱ星は多い方がいいよ。キラキラ。星も推しも多ければ多いほど楽しいかもしれません。タラーン。山猫坊主さんタワー2つありがとうございます。織姫彦星、今年は雨みたいだけども来年は2人が会えることを祈りましょう。ありがとうございます。イラストがめちゃめちゃもう自分の欲望に正直って感じで、色味から誰かわかるやつですね。ここさ天の川にしたのにあんまりわかんないかも。ありがとうございます。イエイ。ロキさん、わかる。ありがとう。いやー、波平のデスクの電話線がつながってない。波平働いて。波平出社するだけじゃダメだよ。ちゃんと、まあ確かに電話ってさ大変だけどね。家の電話も結構嫌だけど、会社の電話ってさ名前を聞き取れなかったら終わるじゃないですか。誰々さんいらっしゃいますかって言われて、お名前お伺いしてもよろしいですかって言って、なんとかですって言われても、電話ってさなんて言ってるか分かんないこと多いじゃないですか。回線とか滑舌とか でもう一度もう一度もう一度って何回も聞くわけにもいかないし、もう困っちゃいますよね。本当に本当に本当に電話。確かにパソコンとかもないね。難しくない電話って。でもね、私が働いてる頃にネットで調べたんよ、その電話名前聞き取れない時の方法って調べたことがあって、したら漢字を聞くといいらしい。漢字ではどのような字を使われますかって言ったらいいらしいです。漢字はどう書きますかって言うと、こう
なんとかの何でみたいな、いいらしい。でもあのそれを実行する前にもう STU 入ったから使ったことないけど、いいらしいです。皆さんぜひ使ってみてください。もしかしたらもうすでにやってるかもだけど、常識かもだけど、もしかしたら。こんばんは。ね、難しいよね説明。私もさ、いつも難しい説明するとき、美容院とか歯医者とかさ、お先です、でもお先ですって言って、お先って聞き取られる、聞き取ってもらえることがあんまなくて、そう、毎回全然違う感じで復唱されるんですよ。だから説明が難しい。むずいよ。お、お先のおはおっぽのおですって言うけど、おっぽのおって言われてもさ、おっぽってなんだって思う人いるじゃん絶対に。あとおっぽとか使わんくない？だからお先のおの説明がすごい難しい。初っ端から難しい。さっきは長崎県の先ですって言えばいいけど、せは世界のせに、りは里、かは簡単な花ですって言えばいいけど、あ、尾道の尾、確かに尾崎豊の尾崎さ、確かに確かに尾道があるし、本当だね、本当じゃん。私が一番自分の名前と長く付き合ってんのに、みんなの方が詳しいって何なの。もう扇風機扇風機を自分に向けてるのは自分なんだけどさ、髪を乱すのはやめてほしい。パセリパセリパセリ、この前初めてお会いするメイクさんに、パセリさんっていうニックネームでやられてるんですかみたいな聞かれた。そうですパセリでやらせてもらってます、よろしくお願いいたします。おぎままのお確かに中尾明のお確かに、小田栄一郎のお、ワンピースでやらせてもらってます。そう、あのなんかパセリさんっていう名前でやられてるんですかって言われて、あ、はいはい、そうなんです、なりました、よろしくお願いいたします。みんなも覚えてください、パセリっていうニックネームです。ちなみに今日はあのもうコンタクトすらしてない日なので、またちゃんとメイクしてる日にまたぜひ初見の方とか見に来てくださいまあ暑すぎてもうこんな今日一日これで過ごしてた。これでメガネしてわーってなってました。でもさすがに邪魔になっちゃったからこうやってしたけど、うん、前髪をね切るかずっと一生迷ってるんですよ。一生ではないけどもさ、パッツン前髪が好きですか。ケンマンさんありがとう。前髪ね起きると新鮮ですよね。前髪ね、ピンで留めない方がなんか流してる感あっていいかもしれない。え、眉上ぐらいに切りたいの。でも今切ったら5周年コンサートが1週間後だから運命が決まるんです。だから今悩んでるんです。どうすべきですか皆さん、皆さん教えてください。
そう、これで5周年のコンディションが決まると言っても過言ではありません。もし何かの間違いでここまでこの辺まで切ってしまった場合、ポセちゃんはもう大変なことになってしまいます。困ったな、どうする。確かにね、切るなら早めがいいよね。じゃあ今日切ろうかな。どうするよ、明日のレッスンとか言って、この前髪マセリマセリどうしたの。大丈夫なの、悩んでることがあったら聞くよって言われちゃうから。駒沢さん、バラ塾ありがとう。じゃあこの後切るわ。絶対お風呂入る前に切った方がいいですね。そうします。うん、でもな、伸ばすのもいいよね。ちょっといろんな人に聞いてみよう。みほりんとかソーハさんとか聞いて決めようかな。チュチュチュルルンキタタタタ、もしも太陽が。ともっちさん、ハトありがとう。しんいちさん、キラキラありがとう。僕たちの恋を、あれが流れてる。今日もまたね、マイカー公演のアーカイブ見ちゃったんですよ。毎日3回は見てて5周年の5周年の前やってた4月ぐらいの時のレッスン動画をずっと見てるんですけど、その合間に、ちょっと一旦休憩しよう、マイカーでも見るかってなって、1日3回はマイカー見ちゃうんですね。日差しに焼かれることもなく。ハリーポッター村のひげおじさん、短冊ありがとう。私がお願い事を叶えてあげたいな、みんなの。でも私にはそんな力はないんだ。私が最後に食べたソフトクリームは昨日の夜食べたコンビニのチョコレートとバニラのミックスのソフトです。あとマックフルーリーです。昨日はもうアイス三昧すぎて反省しましたので、今日はヘルシーなご飯にしました。今日からずっとです。自分の力を信じて。秘められし可能性、私の左手に秘められし魔法の力。やば。黒さんいいね、ありがとう。前髪切らないで。切らない方がいい。ホータンさんの発表の時、パちゃんの口が開いてた、ね、そうなのよ、本当面白い顔してました。変顔選手権かなと思ったよ。パセが幸せならいいの。幸せなら OK です。ですか、街頭インタビューしてください。したらでも幸せなら OK です。オクラはキュウリとサニーレタスと一緒に混ぜて、納豆入れてお酢入れて、で、ナッタネ油じゃないや、なんだっけ、エゴマ油、エゴマ油入れて、ごま油も入れて、ぐる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 とか、ピーピピ、ぐる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 とか、嬉しくなっちゃうな、あ、ぐる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 、いっちゃんお断りです。モーの白桃ミルク、そんなの出てるの？やばいやばい、私がアイスを食べていない間にどんどん新アイスが出ている。ジロ君、ハートありがとう。とっかーん、ハート100個ありがとう。あ、そっか、今日あれか、みほちゃんとアンピー配信ないか。いや、私ね、水曜日です。水曜日ね、オキさんとのコラボ配信があるんよ。しかもね、リモートなの
リモートのコラボ配信、私毎回気まずくなるじゃないですか。なるんですね。ゆきりかと普段めっちゃ喋るのにリモートでコラボ配信したら毎回気まずくて、気まずいねって言って、気まずいコンビって呼ばれてるんですけど、沖さんとなんて私さ普段もさ喋れないのにどうなっちゃうの。ゆきりかとは普段喋ってて、あの気まずさなのに沖さんと私どうなっちゃうの。一体どうなっちゃうの。次回へ続くよ。どうする、終始無言みたいな。しかも時間決まってるから30分間でどれだけ本領発揮できるかだから、どうしましょう。ともっちさん、アイスありがとう。ハリーポッターメガネのひげおじさん、キラキラ10個ありがとう。キラキラ輝かせてくれてる。私盛り上げるようにするよ。あ、本当？いけ、まさにいけ。で、分かった。じゃあコメントに負けないぐらい私は盛り上げていくね。はるさんファイターありがとう。そっか、沖さんが、そうだね、そうだね、沖さんだって、沖さんがいれば何でもできるよ。誰だと思ってんのみんな。沖さんのこと舐めないでよね。私の推しメン舐めないでよね。ラジオ持ってんだから。たまっちさん、ご周年おめありがとう。一応なんかその進行みたいなのはありますので、無言になることはないので安心してください。絶対、何着よう。何着よう。髪の毛どうしよう。困っちゃうな。今日はこんなあれだけど、これではできないよ。これでいったらもうやばい。でも前回スペシャルサポーターの会員限定配信を沖さんと2人でやったんですよ。その時の台本はもう台本にね、その時の配信の中でも言ったんですけど、なんかファンの方とのイベントとかもやってみたいねみたいな。で、沖さんのセリフで、私はバスツアーがしたいなって書いてあって、パセリかっこパセリ、私もファンとして参加したいですっていう台本だったんですよ。台本にもう勝手にパセリが言うことを予測されて、あ、私も参加したいですとか、そういう台本だったんです。まあ、気になる方はぜひね、あのスペシャルサポーターのアーカイブ配信残ってるのでぜひ見てみてください。そうなんですよ。言わされてます。ね、誰が作ったんだろうって言って話してました、生配信の時も。そうなのよ。だから本当に今回のペアのやつとかもさ、こう仲いいコンビとかじゃん、結構今日のアナとミホもだけど、なんかだからさ、お決まりポの道さん、おきさんとかじゃなく、パセリが選ばれたのはパセリでした、なんですよ。私ってアヤタカなのかもしれない。アヤタカぐらい有名になろうと思います。頑張ります。コンビになってんのかな、一生浸透しないポキパセ。自分たちの、私と沖さんファンの方の間でも浸透していないポキパセというコンビ名、一生置きパシェとか言われる。喉越しすっきり。私パセリ、まあやっぱパセリって言うしね、さっぱりですよ。パセリパセリ、化学反応、わお、どうなっちゃうの。あやたかはダメだ。あやぱんと高尾さやかのコンビがあやたかでした。あやたか、わー、化学反応。ちょっとちゃんと実験としたら、こう 2つの色がこう試験管に入っとって、紫の試験管と
緑の試験管があると思うんですけど、混ぜてボンってならないで、ボン、まあ、黒黒みたいにならんように、こう いい方に化学反応が起きればいいなと思います。乳がん来た。うつみりね、こんばんは。じゃああなたにもうあやパンを任せます。私はもう沖さんと。リネタンまだ寝てないの？ねむねむにゃんこじゃないんですか？今日は元気ですか？ケパスアイス食べなかったよ、リネタン。リネ昨日いっぱい食べ物の写真送ってごめんね。ごめん、飯テロにゃんこしちゃった。ではさらば。本当面白い。セリカってちゃんと呼ぶんだよ。じゃあさらば、またね。また明日会おうね、お仕事で。バイバイ。そう、昨日いっぱい食べたから、ソラハさんと韓国料理屋さんに行って、石焼きゆけビビンバーと、あとチヂミを半分こずつ食べたんですよ。それを送りました。あとマックナゲットの赤いやつも食べちゃった。おほほほほ。もう5周年の時にはもう終わっとるかもしれんと思ってね。待って、リアタンなんかありがとなって送ってきた LINE で。何のあれ、コメント読んだからありがとなって言ってます。ありがとうだそうです。皆さんありがとうございます。ナゲットの赤いやつをね、前も食べたんですよ、発売してすぐ。その時レモンタルタルにしたから、辛い方のソースにしてみようと思って行ったら、もうね、あのバーベキューかマスタードしかないですって言われて、えってなって、えどうしよう、どうしようと思ってマスタードにしたんですけど、合いました。超相性良かったです。化学反応バッチリ。じゃあ私もマスタードとナゲットの関係になろう、沖さんとね、水曜日の配信で。みんなはどっちがお好き？マスタードとバーベキュー。じゃあ投票を始めよう。1がバーベキューで2がマスタードです。どうぞ。マックのナゲットのソース、1バーベキュー、2マスタード。トゥトゥントゥトゥトゥントゥ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 すごい。わかる、迷いますよね。あ、何もつけない派？サクサクを楽しむ派ですか？私のおすすめのナゲットは黒胡椒です。一番美味しかった、黒胡椒ナゲットが美味しかったです、歴代で。あー、唐揚げくん食べたい。唐揚げくん食べたくなっちゃいました。わかる？え、そうなんよ、何もつけんくてもさ、もう美味しいやん。でも辛いやつも美味しかった、何もつけんくても。でも黒胡椒が一番美味しい。じゃあ皆さん、唐揚げくん何味が好き、コメントでピッ、はい、タタタタタタタ、コメントしてください。唐揚げくんは何味がお好きですか？チャ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 ンチャ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 
ノーマルチーズなんかいろいろ期間限定もありますよね。今なんだ、今何があるんですか。赤いやつ、レッド。おお、レッドいいよね。私も好きだよレッドが。でもなんだかんだノーマルもいいよね。でもチーズもいいよね。でもチーズそんな食べたことないな。食べたい。フレンチサラダ今この前タルタルアイじゃなかった。食べたいわ。サラダ味何？堀西味って何？何物？初めて見たよ。何それ、タニシ？堀西？濃厚チーズ味？なんか昨日 MC をね見てたんですよ、マイカー公演の。だからホノタンさんの好きなケーキは濃厚なケーキって言ってました。濃厚なやつがいいらしいです。堀西、調味料なの？初めて聞いたよ堀西。堀とかサザエさんの堀川くんぐらいしか聞いたことない思ったけど堀そう、なんかお便りこういうのがあるんですって見せてもらった時に、最初開演前にめっちゃ平和な質問だなと思って、平和だってなった。いいよね。好きなケーキは何ですか。いや私だったらなんて言ってたかな MC で。チーズケーキかテリーヌかムースのケーキです。話広がったかな、私が喋ってたらどうかな、どうかな。あでもモンブランも好きです。私も食べたい。コンビニであるよね。コンビニでさモンブランがあるって時はだいたい食事制限中なんよ。で公演終わりとかにコンビニ行く時にあモンブラン食べたいと思ってもないんですよ。この前もね、全然モンブランじゃないんですけど、マイカー公園の集合前にみほりんがコンビニいるって言ったから、私ももうすぐ着くからスイーツコーナーに草餅があるか見てほしいって言ったんですよ。草餅あるかチェックしてって言ったら、あるよって言われて、で私も着いて、で買うかめっちゃ迷ったんですよ。で迷った挙句結局ブラックモンブランのアイスを買ったんですけど、終わって自分家の近くのコンビニ行ったらなくて、ないんかいって思った。草餅を今なんか干しててずっと草餅。美穂ちゃんはねみたらし団子食べてた。だから集合場所に一緒に行ったんですけど、事務所一緒に行った時にね、お互い美穂りんはお餅が好きって言ってるじゃん、言ってるんですね。で私は普段からアイスが好きって言ってるんですけど、みほりんはみたらし団子の3個入りのパックを持って、私はアイスを持って集合場所に行ったから、なんかすっごいさ、もうなんかアニメとかだったらさ、いやキャラに忠実すぎてボツだよってぐらい絶対ボツになるようなやつだった。お餅そう忠実すぎる、ボツよこれは、やりすぎなぐらい。だからキャラじゃないんですよ、事実なんですよ。広島公さん短冊ありがとう。お願い事は何ですか。なんて書こう私短冊、去年なんて書いたかな、なんか書いた気がするんですよ、ショールームで短冊書かな
なかったっけ。あー、この前のお話し会の差し入れでもらったりんご飴美味しかったな。りんご飴解雇してます。美味しかったな。アイスはストック何個？ゼロです。ゼロ個です。ストックできないタイプなんです。だからゼロ。安心して、ゼロ。綺麗な縦丸にしたい。無理か。ゼロです。ゼロ。そう、代官山のリンゴ飴美味しかった。あいつ、あー、今日は我慢できた。パシェのいいね欄見て、父安のゴロッとマンゴーヨーグルトスワークル食べたい欲が、うん、リアなんかリアル名称なんだっけ、正式名称、正式名称すごいね。ゴロッとマンゴーヨーグルト スワークル、すごいいいねしたもん私。あの、私が2年前におすすめしたツイッターにね、研究生の頃に研究生ツイッターでおすすめしたシャリもちくずバー、シャリもちくずバーがね、あるんですけど、アイスがカロリーが低くて溶けないアイス、くず粉でできてるアイスなんですけど、それのチチアス味が出たらしくて、広島駅にあるっぽい。だからぜひ皆さん、広島駅行く方ぜひ。そう、昨日本通りのパレード行きました。なんかね、ファンの方が上げてくださってる動画を見たんですよ、ツイッターで。そしたらもうめっちゃソラハさんのみちゅさーんみちゅさーんって声が入ってて、みちゅさーんって、で私がみちゅさんにこうやって指ハートしたり、みちゅさんがこうやって指ハートをしてくれました。みちゅさんみちゅさーんって言ってすごかった。多分動画ね、探せばあるよ。シナのソラハで検索したら多分出てくると思う、動画。みちゅさんって言って、その後あのソラハさんとね、喫茶店に行ったんですよ。岩国発祥の、岩国に店舗がある喫茶店が、最近喫茶店というかカフェみたいな、喫茶店みたいなのが広島市内にできて、そこに昨日行ったんですけど、ソラハさん、みちゅさんのチェキをね、財布から取り出し始めて写真を撮ってた。めっちゃオタ活してた。でも私、オキさんのチェキないからさ、あの前にね、くださいって言ったら嫌だよって、だからなくて、だからソラハさんのチェキで撮りました。みちゅさんすっごいみちゅさん、みちゅさんと。ひろっちさん、スイカ2個ありがとう。え、でも気づかれとらんと思っとったんよ。気づかれとらんと思っとったのに、なんかめっちゃバレとってた。なんで？みんなみちゅさん見てるからわからんと思ったのに。なんで？どうしてなの？まあ、チェキはもう買います。したら自分で、自腹でね。ね、すごいレスクやったよ。指ハートくれた。イエイ。あと、前川公園のアーカイブ見てたらさ、私がココハちゃんに向かってめっちゃレス送ってんのがさ、映っててめっちゃ面白かったです。あの、ありがとうございましたって言って吐けるときに、もう私ハッ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 ってめっちゃレス送ってるのが映ってて、あめっちゃレスしてるわ、推しメンにと思いました。客席にいる推しメンにレスを送るパセリ映ってた。そうなんです。え、本当にさ、え、どう思いましたか？昨日コラボ配信、みんなコラボ配信昨日見れなかったよって方は、ちょっとツイッターでハッシュタグシナノソルハ、ハッシュタグおさきセリカで検索して出てくるファンの方が上げてる動画があるんですけど、あれ見てほしいんですけど、どう思いますか？どう思う？あの件について、ソラハさんがなんかパセが、オキさんオキさんめっちゃ言ってきて、言ってきたって
言われて、でどうしたらいいんですかって言ったら、ゆうかちゃんの名前を出さないでって言われたけど、どういうこと、私本当に言ってないんですよ全然。沖さんの名前そんな出してないくて、それはそらはさんが見てこのアーナ可愛いって見せてくれたから、私もえ私も可愛いアーナありますよって言って見せ合いっこしてたんですけど、こう動画を探してる時にこうやって見られたから、え待ってください、ちょっと沖さんの動画ばっかりで恥ずかしいからちょっと見ないでくださいって言っただけなんですよ。そしたらなんかそうあんな風に言われて、違うよ事実と違う、あれもあの動画の流れ的に私が嫉妬してるみたいな、私もアーナばっかりみたいな嫉妬してるみたいになってたけど、違うんです、時系列が違くて、あ時系列はお互いアーナの可愛い動画を見せ合ってたんですよ、このアーナめっちゃ可愛いんですよって、スパゲッティ、あパスタ、パスタを食べるアーナとか、ユニバにいるアーナとか、ガチャガチャを回すアーナとか、チーカーをゲットするアーナとかを見細工しとって、そう見細工しとって、で他のなんかリコちゃんの面白い動画とか見せてて、こうやって探してる時に大木さんのやつばっかりだからちょっと見ないでくださいって言っただけなの。なのになんかずっと言ってる人みたいになって、ずっとずっとあのソラハさんとおるのに同期の先輩の話をする人みたいな扱いを受けたんですよ。違うんですよ、違う、だんだんだん、もう時短だ踏むかと思った、違うよ、そう誤解です、誤解、多分10回ぐらいある誤解、5回6回7回8回9回10回10階建てぐらいの5階があります、結構高めな5階、本当に違う、違うんですよ私の、え寝言で言っとったんかな、それはありえるよ、だって寝言ソラハさん家に泊まった日じゃないか、その日じゃないや、その前の日に夢でさ悲しい夢見ちゃったから、マイカの先輩がみんな一斉にやめますって言うっていうめちゃめちゃ悲しい夢見たから、まあ、そういう夢だったら寝言を言ってる可能性はなくもないけど、ないけど、普段の行い、確かに仲良しさ伝わった、えでもなんか自分で客観的に見てなんか先輩といるのにめっちゃ素だったから、なんか心を開いてるんだなと思いました私ってソラハさんに心を開いているんだって思った、あの動画を見て改めて、あんなに心を開かないパセリがそうでもないけどね、こんばんは、みんなも心開いてください。え昨日のなんか服装とかもお姉ちゃんすぎて6個したって思えん、いつもなんかお姉ちゃんって感じだから起こしたと思えないですね。次のイモンスソラハさん、コンビ名コンビみたいなやつでしょ、でも絶対もう思い出がありすぎて正解できない気がする。かまちゃんありがとう、スタンプありがとう。だってこの前沖さんと名コンビ出た時は最後に2人でご飯に行ったのはいつですかっていうクイズも1回しか行ったことがないから、ご飯に1回きりしかご飯に行ってないから正解するんですよあれは。でもソラハさんとご飯に行ったのはもう両手じゃ足りない、足つけても足りないぐらいだから、もうね正解できんよ、
無理よ、無理ですよ。コンビ名は結局わかんない、謎のままです。回転寿司、焼肉、焼肉、サムギョプサル、カフェ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 、ハンバーグじゃないや、チキン南蛮じゃないや、ステーキ。ソラハさんはチキン南蛮食べて、パゼがステーキ食べて、で、昨日は石焼きユッケビビンバの後にカフェ、この前はラーメン、ラーメンは多分2回。カフェめっちゃ行くんですよ。毎回同じものを頼んでる。違うカフェに行くんです毎回。でも毎回ソラハさんはキャラメルラテとみたいな、キャラメルラテとチーズケーキでみたいな、そんな感じなの。いつも同じメニュー。あ、絶対もうこれ頼むやろうなってメニュー開いた瞬間に思うんですけど、昨日もうメニュー開いた瞬間キャラメルラテって書いてあったから、 ありますよって言ったら頼んでました。キャラメルが好きらしい。あと、いつも電光石火の前を通るときに、あ、パセのとこだって言う、ソラハさん。毎回言う。パセの行きつけだみたいな言うけど、パセの第4のふるさとだって昨日言われたんでしょ。第1のふるさとが長崎で、第2が広島で、第3がみほりんちでって言って。第4が電光石火。電光石火ね、美味しいんですよ。ソラハさん、ソラハさん来てほしいな、部屋綺麗になったよって写真は送ったけど、朝までお疲れ様って言われた。バレてた。朝の6時に送ったんですよ、部屋が綺麗になりましたって送ったら、お疲れ様って。トマッチさん、スイカジュースありがとう。今日本当はなんかおしましでお話し会来てほしいって言われたから、行こうと思っておしまし券で取ろうと思ったら登録できなくて、できなかったか、行けなかったんですよ。できなかった。そう、今日は朝から寝ました。朝寝て昼起きて、そう、今日サイン会です。沢さん、沖さん、そうなんですよ。ほいよ、髪が顔にかゆいね、サイン会でしたね。なんかソラハさんとオキさんがさ、一緒にいる姿を見るのが好きなんですよ、私最近。なんかね、オキマイさん好きなんですけど、ドラフト3期生さんが好きだから、私ドラフト3期生さん推しだから、なんかマイカーの公園の帰りとかに2人が一緒に歩いてるのとか見るのもすごい好きで、いいんですよね。宮島イベ、先月カウソ選びましたよ。今日ありましたね、スタジオと四国の子たち。めっちゃ聞かれた。来月あるんだけどどんな感じって言われました。だからファンの方と回るんだよって教えといた。楽しかったかな、みんな。場所も行きたかったな、宮島。鈴木彩香と、こんばんは。なんかそういう四国とかユニットに分かれてイベントがあるときに、沖さんとみほりんがマイカー側にいるのがすごく嬉しいですね。兼任してるけどマイカー兼四国なんだと思って嬉しい。
なんか四国の公園とかの映像見てたら不思議な気持ちになる。あ、出てるって未だに。パンちゃんね、でも私と一回去年行ってるから記憶が、その頃の記憶が残ってるかどうかで反応変わりそう。でも新鮮にリアクションしてそう。パンちゃん1年前の記憶がない場合は、なにこれ、って言ってそう。なにこれ、伝えてと思います。パンちゃん、あやパン、そう、もうずっとえって言ってますね。この前もなんか誰かに話しかけられて、あやパンって言われて、え、私って言ってた。あやパン一人しかいないのよね。私ですかって言ってた。いや、記憶だって1年前の5月ですよ。あやパンと私が宮島水族館行ったの、多分そんぐらいだった気がする。いや違う、それ5月はサヤとアイコと言ったやつだ。8月かね、8月に行ったか。1年前だ、ちょうど1年前ぐらい行ったんですけど、ない気がする。これポセイト見たっていうリアクションはしないような気がします。何これだと思います。ともっちさん、短冊ありがとう。高崎彩子でお出かけしたいな。どこ行きたいですかね。どこでも行きたいけどな、近場でもいいし遠くでもいい。どこに行ってほしいですか皆さん。高崎彩子、あ、目の中に髪の毛が入ってかゆい。どこに行ってほしいですか。メンタワーの中に、え、今日ね、さっき配信始まる前に目の中に長い髪が1本入ってたんですよ。それがもしかしたら目の裏を通り抜けてまた出てきたのかな。行方不明になったんですよ。どこ行ったんだろう。めっちゃね、めちゃめちゃ長い髪の毛が目の中入ってたんだけど消えたの。不思議、なんでどこ行ったんだろう。どこだ、北海道いいね、行ったことない北海道。でも日帰りは無理かね。小豆島、高崎市、新幹線でさ東京とか行くときよく高崎みたいなの言ってるから、あ、高崎彩子だなって思う。へそから出てくんの。ここからピューン、へそ。小林さん、ハートありがとう。どこ行く。スルハさんとユニバ行こうって言ってるんですよ。でも長崎も行こうって言ってるんですよ。でも尾道も行きたいし、私でも尾道一回行ったんですよ、高崎彩子で。でも岡山駅も行きたくて、岡山駅でジャンボパフェ食べたくて。でも私以外の3人は多分興味がないんじゃないですか、アイスに。私ほどだったら一人で行くべきだし、どうしようかな。どこ行きたいんだろう3人は。昼前ね、ヨーグルトリュウタンが前くれたジャージーなんとかみたいな、美味しかった。
なんか行ったことない場所にも行きたいけど、大阪とかね行ったことあるけど、お話し会でしかないので街を歩いたことはないんですよ。だから大阪の街を歩いてみたいかもしれない。あとはペダルと車輪と来た道の MV 撮影の場所、未来心の丘行きたい、行ってみたい。温泉いいですね。でも高崎あゆ子と入るの緊張しちゃうな緊張しちゃうな。唐戸市場ね楽しかった、また行きたい。大阪に行ったらソフトクリームのお店を回っていきたい大阪のソフトクリーム制覇したい。実家、実家みんなどこにあるんだろう。なんかあやぱんは広島出身だけど3歳から福岡住みなんですよ。で、愛子は福岡出身だけど神戸で育ったんですよ。兵庫で育ったんですよ。さやは福岡出身で、パセが長崎出身。みんな実家はどこにあるんでしょうか。一体どちらにお住まいでいらっしゃる。そう、今日ソフトクリームの日なのよ。ジロ君短冊ありがとう。神戸もね楽しかったからまた行きたいな。でも行ったことない場所も行きたいな。どこだっけ、私がこの前行きたいって言ったのどこでしたっけ。宮崎か、宮崎県。トマッチさんアイスありがとう。シューアイス、シューアイス最近食べてない。シューアイス奈良、おー行ったことない。今日ソフトクリームの日だよ。ひりあすみさんバラジョコありがとう。クロさん花束ありがとう。ブルーシールは紅芋しか食べたことがないです。リネタンがくれたの。なんかリネタンお芋のスイーツを食べる勇気が出ないらしくて、好きだけど食べる勇気が出ないからあげるってくれたんですよ謎にくれて、この前食べたんですけどめっちゃ美味しかった。でもこの前ファンの方のツイッターでメールの返信で見て知ったんだけどね、広島にもブルーシールのお店があるらしい。知らなかったです。速攻でみほりんに教えた。みほちゃん好きだからブルーシール。あと昨日ガチャガチャ、欲しいガチャガチャがあってね、それを探しにアニメートに行ったんですよ。でなかったんですけど結局その欲しいやつが。でもなんかいろんなやつがあって、自分が欲しいのはないけどいろんなのがあって、ブルーシールのガチャガチャみたいなやつとか、あとブラックモンブランが出てくるやつとか、ご当地アイスみたいなやつでブラックモンブランがあって、あブラックモンブランと思ったけど絶対出らんと思ったけんせんかったけど、あと中四国地方限定で田中食品のふりかけ、旅行の友とかのポーチが出てくるガチャガチャとか、サンリオのガチャガチャとか、あとこんにゃくをかけてるこんにゃくってあれ四角三角の丸やつ、こんにゃく指輪とか、あとあれもあるんですよ、コーンのトウモロコシのコーンの指輪とかもある。
そういうのみほりん好きなんですよね。でも私はそういうガチャガチャにお金かけるのも全部アイス換算しちゃって、ついガチャガチャ1回400円とかなんですね。だからもしこれで自分の欲しいやつが出らんかったらアイスを4個買えるってこと？って思っちゃうんですよ。アイスが4つ買えるってことだよねってなって、いつもこう迷うんですよね。アイスのガチャガチャ、するか迷ったんですよ。するか迷ったけどブラックモンブラン出らんよな、じゃあもうアイス自分でブラックモンブランを買った方がいいかと思って。でもだからといってなんかメルカリとかで買えるじゃん今の時代、欲しいやつだけ。でもそれもなんか違くて、違うんよ、なんか自分でゲットしたい、自分で回したやつをゲットしたいっていうさ気持ちありません？なんかもらうよりこう自分で出したっていう達成感みたいなね。そう、自引き、だから推しメンの生写真とかも自引きしたいじゃん、ね、こんばんは、ね、生写真とかってランダムだもんね。STOそうなんですよ、愛おしくなる、自分でゲットしたものって。ガチャガチャ6回も回した、何をそんなに、何が欲しかったんですか、知りたい。そんなについ回しちゃうガチャガチャ、何のガチャガチャ。この前アーナがチーカーのシュシュのガチャガチャしてました。チーカーのシュシュのガチャガチャがどこにもないのって言ってて、この前東急ハンズで見つけたよって私が教えて、今から一緒行こうよって言ってお仕事前に行ってガチャガチャしてた。ハチはあれだって、アナのモノマネできます、ガチャ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 、ハチはあれだチーカワが好きなのに、チーカワが欲しかったのにハチはあれっていうキャラクターが出てきて、ハチはあれだって言って、でもう一回回してチーカー出てました、ちゃんと。こんばんは、ガチャガチャ。一時期さ、しゃくれるプラネットみたいな、しゃくれとる動物のガチャガチャ流行ってましたよね。今もある？何年か前に流行っとったよ。やすさん短冊ごくありがとう。ああ、ワンピースのガチャガチャ？なんかめっちゃ種類ありそうやね。自分の好きなキャラクター。なんかそういうワンピースとかさ、の、もう有名、鬼滅の刃とかさ、有名漫画とかってキャラクターが多いから、そもそも自分の推しキャラが、その選抜に入ってるかどうか。ガチャガチャの。だいたい5人ぐらいじゃん、5人か7人ぐらいの選ばれし者のガチャガチャやん。そこに入ってるかどうかから始まるじゃないですか、ね、あ、まだあるんだ、しゃくれるプラネット。私もなんかゲットしようかな、ガチャガチャで。欲しいやつのね、機会がないのよ。ガチャ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 、大変よね。なんか生写真とかもさ、一回集めるって決めたらさ、こう大変になりそう。ラッキーぐらいのあれでおらんと、めっちゃもう、うわー、おしめ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 、引いてもおしめが出ないってなりそう。ガチャ、ラブベリーのガチャガチャとかあったんかな。ありそう、キーホルダーとか。
きなおにぎりの具は急になんかあの初対面みたいな質問来た。そうですね、私の好きなおにぎりの具は何だろうかな、なんかな、なんだろう、でも惣菜系が好きです。唐揚げとか、唐揚げが入ってるおにぎりとか、肉味噌とか、あ、でもハラミ好き。なんかそういう味が濃いやつ好きですね。でもお母さんが作るシンプルなやつ好き。塩と海苔、海苔は味付き海苔が好きです。クロさん、コバありがとう。今何時ですか？私何時から配信してる？8時、ん？何時からしてる？私1時間半してる今。やばやば、私ねえ、ちょっと待って、もう今日コンタクトしとらんけん時計が見えんなと思ったんですよ。で、目の前に電波時計置いてるけどそれすら見えてなくてまあ1時間半経ったってこと？やば、ちょっと終わろう。1時間ぐらいして5周年のあれやろうと思ってたのに、また喋りすぎてしまった。まただ、毎日毎日喋って、そう、動画を見返す時間が来ました。今日は一日ずっと動画見てた。アイスとか食べながらしたいけども、今日から1週間禁止って決めたから、決めちゃったから、もう歯磨きをして口をスーってされて我慢しよう。おみかわさん、ファイターありがとう。じゃあ皆様扇風機で髪がちょっと顔に来てかゆい、ありがとうございました。ありがとう。なんか昨日の夜ファンの皆さんとなんかお話ししたいなって思ってたから、今日はいっぱい話せてよかったです。みんな元気かなって思って、なんかメールの返信とかもめっちゃいつも以上にめっちゃスクロールしてしまったんですよ。だからよかったです、話せて。ありがとうございました。皆様、明日も、明日からも1週間頑張っていきましょう。では男女4段終わりたいと思います。いきます。13位ジロくん、12位いっちゃん、11位カメさん、10位広島コウさん、9位昼休みさん、8位大吉さん、7位ジノラニカエグレさん、6位クロさん、5位トニさん、4位トモッチさん、3位ゆうたくん、2位山崎さん、1位山猫ボートさん、ありがとうございます。ハワーありがとうございました。イエーイ、ありがとう。今日こんなボサボサ髪でも配信ができた理由はコンタクトをしなくて自分の顔が見えないからでした。ではでは皆さん、また明日会いましょう。ありがとう、おやすみなさい。明日も元気に頑張りましょう。バイバーイ。